なぜだ、どげんしてなんだ。愛は今矢掛町仕事がいけんようななんて、なんでそげなこと言うたのか。わしには分からん。たった一人の親、それもあげな思いをしてきた親と子だよ。それをわしはおめの首に縄つけてでも引っ張ってからここへ一緒に。しても担当医師および主任看護婦立ち会いのもとに清吉の私物を点検いたしましたところ、約来信が50通出てまいりまして、これを押収いたしました。これらは皆三木健一よりのものでございまして、他の者からの手紙はがきの類は一切ございません。つまり清吉にとりましては三木健一だけがこの世で通信を交わしておったたった一人の人間でございます。これらによりますと、三木と清吉との文通は約24年間、三木が警官を退職して岡山県の恵美町に引っ込んでから今日までずっと続いております。そしてその内容はほとんど千代吉の意思秀夫に終始しておりました。秀夫は今どこにいるんだ、死ぬまでに会いたい、一目だけでもいいから会いたい。千代吉はただただそれだけを書き綴り、三木はあなたの息子は見どころのある頭のいい子だから、きっとどっかで立派に成長しているだろう。そしてそのうちに必ず必ずきっと会いに来るに過ぎない。繰り返し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 。彼は父親に会って、彼にはもう音楽の中でしか父親に会えないんだ。
Thank you.